仕事までで言うとね、仕事を経験するまでの学生自分も含めて言うと、やっぱりね、挫折なんですよ。一つ一番大きな挫折とショックが高校受験の失敗なんです。で、確かね、10人11人同じ高校を受けましてね、1人だけ滑ったんですよ。で、その時のまあ高校やったんですけれども、公立高校で、で、女の子が綺麗な高校で、どうしても行きたかったんです。で、その合格発表のボードを見た記憶までしか残ってないんですわ。どうやって家帰ったか、それがものすごく大きな人生の転機ですね。で、その時もう一つ輪をかけてですね、祖父が亡くなったんですよ、その日に。とぼとぼ夕方頃帰ったのかな。ほんならもう危篤状態やって、まあ脳卒中でね、倒れとったんですけどね。で、そっからなんですけれども、まあずば抜けて頭も良くなかったんですけれども、3年間とにかくもう勉強に没頭しようと、もう刈り上げの白のズック靴の昔マジソンバッグっていうのがありましてね、こんな、まあ、大きなカバンなんですけれども、そこに、学校に辞書を置いとかないで、ずっと持ち帰りで、集約的に勉強しましたです。で、まあ、無事ね、なんとか志望の大学に現役で通りまして、で、以前のその10名か11名の中で自分だけ滑った公立高校行かれた人たち、まあこれ率直に言うたら、その人たちは現役ではそこの大学とかはなかなか通らなかったんで、あ、なんとかその盛り返したなと。で、人生っていうのはその挫折とかショックを受けた後の取り組みっていうので、ものすごくその枝分かれが待ち受けてて変われるなっていうのを体験しまして、僕はまずそこからです。一番その重要な岐路っていうのは、もともとその父親が5人ぐらいでやってたところへ入った、その時期は下請け、要するにそのメーカーとしてのブランドを持たない全くのその OEM の黒子やったんで、で、自分のところは設計制作を小さいながらできてるけれども、世の中に自分のところのブランドが出てることはなかったんで、お客様って言うたら2社で売り上げの80%を超えてるという、まあ、はっきり言って、リスクの高い、自分のところでどういうんでしょうか、経営コントロールができない状態だったんでね、一番大きなのは、代表になってからその下請けからの脱却っていうふうなビジョンを一番強く持ってましたんでね、それにはだいぶやっぱりこう苦労しましたけどね。と言いますのは、まあ、ありがたい、今まで父の代からお仕事をいただいてた、まあ2社の大きなところですね、この2社の先のお客さんへはっきり言って攻め込んでいかないといけない。最終のクライアントに対しての直接の攻め込みをするときに、当然今までお仕事いただいとったところっていうのは良しとしないですよね。だから、直接仕事が実際その永続的に流れるまでのいろんな、まあ、苦労っていうのはありましたけどね。で、今ありがたいことに売り上げがそれから10倍になってますし、それと客先が当時10社ぐらいしかなかったです。10社のうちの2社で80%を超えてたっていう、今は400社超えてますんでね。だからそれはもう、その時もいろいろリスクはあったけれども、英断して乗り越えてよかったなと思ってますけど、お客さんに対してのお客さんを気持ちよくさせる、おもてなし力言うたらあかんかな、そういうものが社員全員ベースに持ってると思いますわ。ですから機動力とか連携力で、お客さんに対してのリスポンスを高める、そういうふうなことだと思います。まあ、片やですね、その競合さんがどのレベルで何を大事にしてるか僕は分かりませんけれども、同じ品質と同じ金額になる土俵になった時には、確実に私どもに来るような、心地よい対応っていうのは、おそらくうちの社員
他者に負けないんじゃないかなっていう、最後のその心のどうでしょうか、機微での最後の勝敗ですかね、その辺は強いと思いますですね。やはりビジネスですから戦いですけれども、お客さんも当然どこでそのものを買うかっていう比較をする際に、まあ金額の比較ってまあもちろんあります。で当然こういう設計製作品ですから、品質のまあレベル、それから仕様、設計仕様のレベルっていうのは、同じお客さんの一つのテーマをいただいても競合すべて違うんですよ。金額もちょっとしたアイテムもね。でもそれで勝つよりは、僕は基本的に今まで買ってきたのはやはりその社員の対応能力、ありがとう、こんなに早く設計回答いただけるのとか、お宅の会社は電話かけた時に元気がいいね、ベルが2回以上鳴ったことないねとか、そういうふうな、やはりそのお客さんの気持ちのメモリーの中に、まあうちを応援するマインドをこう蓄積していくっていうのかな、そういうふうなことでひょっとしたら選んでいただいているのかな、わからないですけどね、そういうふうに思ってますけどね。四字熟語で一生懸命で、一生懸命っていうのはまあ一般的ですけど、僕が今思うのは、今若者に言いたいのは、一つのところで命をかける、まあ、命をかけるまで言ったらまた臆してまうかもわからんけれども、基本的に、自分が選ぶまではものすごく悩むべきで、調査もすべきで、人からの意見もいっぱい聞くべきで、ただ一歩一つのところに踏み込んだら絶対にそこ以外に自分の場所はないという覚悟を決めるべき、もうそれだけです。どういうのかな、隣の芝生は青く見えるとか、他人を羨む心っていうのは人間弱いからあります。で当然僕も今でもあります、あるけれども、基本あの時にどうしたかなっていうのは、もうここ以外自分は行き場がないということを覚悟する、そしてそれにその覚悟のどういうのかな、覚悟をエンジンとしてやっぱり、没頭するということですね。一つのところで、それが一番重要です。決めたら一生懸命、一生懸命になる必要はないですよ、一生懸命